心理学のすすめ、ロミオ・ロドリゲス・ジュニアです。今日はですね、子育てについてちょっとお話の方をしていきたいと思います。子育てなんですけれども、いろんな、子育ての仕方とか、いっぱいあるんですけれども、なぜこんなにいっぱいですね、子育ての仕方があってというので、いろんなことで悩まされている親子さんたちも多いのではないでしょうか。そんな言う私もですね、子供を3人いる父親でございますので、子供についてですね、いろいろ子育てのことで考えたりはするんですけれども、でもね、私にとってね、子育てっていうのはそんなに難しいことではないんですよ。もちろんね、その女性と男性とその役割は違いますけれども、でもね、子供っていうのは生まれ持った性質っていうのはあると思うんですよね。あると思うっていうか、あるんですよ。気質っていうのもあるんですね。これはもう一生涯変えられない気質っていうのがあるんですね。なので、多分お母さんお父さんならわかると思いますけれども、例えば兄弟であったり、一人だけではなくてですね、子供が2人とか3人とかいる場合、私の場合3人いるんですけれども、その2人いると、大体性格が違うっていうのは多分お分かりになると思うんですよ。で、性格が全く一緒っていうのはあんまり多分見られないと思うんですね。双子さえも性格が違いますからね、それで年子とかね、ちょっと離れて生まれた子供が、全く違うっていうのはもうお分かりになると思いますね。で、皆さん子供の育て方に悩んで、いろんな本を読んで、これをこう実践してみようとかね、例えば私は東大に、こんな子供を東大に入れましたとか言うと、その人の子供の育て方とかね、頭が良くなる育て方とかね、そんな育て方をするんですけれども、私の経験と、マインドリーディング協会 の代表理事でございますけれども、これね、その立場から言わせていただきますと、親子さんたちはね、私たち親っていうのはですね、その子どもの性質と気質をしっかり見極めて、その子に合った子育てをしないといけないということなんですね。ここが非常に重要なんですよ。例えば最近はですね、アドラー心理学で、子供を褒めるなと、ね、褒めるな叱るなと、というようなアドラー心理学という、アドラー心理学で子育てをしましょうと、というのがあるんですよ。あるんですけれども、アドラー心理学で、実はね、これ昔の研究、これアドラー心理学って別に何にも新しくないんですよね。結構昔の心理学なんですけれども、それが最近に引っ張り出されてね、で、このアドラー心理学はもちろんいいんですよ。いいんですけれども、それに合わない子供っていうのはいっぱいいるっていうことを覚えておいていただきたいんですね。例えばその子は褒めないと本当に育たないと思う子供の場合は絶対に褒めない。だからアドラー心理学を使ったところで、その子を褒めないと育たないんだったら育たないってことなんですよね。例えば草木、花とかですね、草っていうのは水をやれば育ちますよね。だけどそこにコーラをやるとどうなりますかっていう話なんですよ。だからそれが教育論で、例えば極端な話、教育論がそれがコーラと水に変わった時ですね、コーラが欲しい、じゃあ草木はあるんですかというと、そういうのないわけですよね。これ水なんですよ。だから極端な話なんですね。で、例えばコーラを吸い上げると育つっていう花があったとしたら、それは水ではなくて、それはコーラをやらないとダメっていうことですよね。なので、その子の性質、気質に合った教育をしないといけない。で、親が、例えば子育てでイライラしたりとか、ね、子育てでなんか腹が立つとかね、なんでこの子できないのとか、こういうふうにイライラする親子さんとかね、お母さんとか
いらっしゃると思います。でもこれはなんでイライラするかというのは、その親がですね、自分の経験とね、自分の持っているスキル、そして自分が育った環境、それを元にして私はこれが正しいというふうに思ったその育て方が投影されているわけですね。で、そこにうまく乗っかっている子供ならそれは別にいいんですよ。乗っかっている子供なら、ね、その親子さんと同じような環境、同じような考え方、同じような才能っていうところで同じベクトルに乗せられているからうまくいくのであって、それが全くそのベクトルに合わない人間が、そので例えば お母さんとかがそういった環境要因で育って、そこでそれの教育論を押し付けちゃうと、その子はストレスを抱えたりね、破壊されたりするわけなんです。で、将来なんて言うかっていうと、僕はとか私はお母さんお父さんに愛されてなかったっていうふうに言うわけなんですよね。ですのでね、まあ、私は大人向けのメンタルマイニングという、まあ、相手の会話をしながら分析をしていくっていうね、相手の性格とか気質を分析していくっていう話術っていうのがあるんですけれども、まあ、そういったようにね、まあ、別にそれを勉強してくださいっていうわけではないんですが、しっかりね、ご自身の親子さんたちがご自身の育った環境とか今まで自分の経験とか、それを一回置かないといけないということなんですね。それを置かないことには絶対に、だから置かないことにはそれはベクトルが合ってればいいんですけれども、合ってない人、合ってない子供の場合はあなた自身のね、親子さん自身のその今までのそのこれは正しいっていう成功要因を一旦置いていかないと、その子はちゃんと育てられないということなんです。自分の環境要因、自分の成功要因、自分がこれが正しいと思ったベクトルっていうのはね、例えば3人、私子供3人いますけれども、私のベクトルっていうのは基本的に誰でも合うんです、私の場合はね。なぜかというと、私の場合は相手の気質、相手の性質、それをちゃんと子供たちのちゃんとその気質と性質をちゃんと分析をして、その子に合った話し方とか、その子に合った喋り方、その子に合った褒め方、そういったことをするわけなんですね。そうするとうまくいくんですよ、子育てっていうのは。で、私自身も別にストレスを抱えないし、だからストレスを抱えるっていうことは、自分の、ね、親子さん自身がなんとか自分のベクトルに乗せようとするから、それに従ってくれないからイライラするのであって、ね、これは正直言ってこれ親のエゴです。これは、ね、ちょっと厳しい言い方になるかもしれないんですけれども、親のエゴなんですよ、ね、だからね、子供たちっていうのは才能があります、ね、それぞれ持っている才能があります。物覚えのいい子供もいるし、物覚えの悪い子供もいる。だけれども、その子の才能をしっかりと、で、子供親がしっかりその落ち着いて見極めた上でそれをやらせる。で、どういうふうに見極めるのかっていうと、一旦ですね、放置しておいて、で、その子が興味を持つものね、例えば、なんか漢字を覚えたいとか、なんかこういう映像を触ってみたいとか、なんかプログラミングしてみたいとかね、なんかちょっと走ってみたいとか、なんか体を動かしたいとか、必ず何か長続きするものがあるんですよ。で、この長続きするものっていうのをしっかりとね、親が、目をそらさずに、あ、この子これなんか興味これがあるんだな、ちょっとやらせてみようということでやらせてみる。もちろんそれがちょっとやってみて、あ、やっぱり飽きたっていうのはもう仕方ないことなんですよ。だけれども、興味を持った時がチャンスなので、興味を持った時にそれをやらせてあげる、やらせてあげて、それが長続き長続き長続きするようであれば、その道に持っていくんですね。その道にちゃんと乗せてあげる。で、その時ね、子供たちの才能とかね、能力っていうのはね、軽く見ちゃいけないんですよ。で、
彼らが子供たちがね、その時に自分あこれは楽しいなと思ってやっていることに対してそれに付随する何かが必要になった場合、例えばそれが物覚え悪い子供でも物を覚えないといけないと思うと本人がね、本人がその必要性に駆られるとそれを自分から身につけようとするんですね。だから例えば物覚え悪いと思って何度も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 覚えさせようとしても本人はですね興味がないもんですから、興味がないしなんでこんなこと覚えないといけないのっていうふうに内心思ってるわけですよ。だからそこをそのベクトルを無理やりに詰め込んじゃうと絶対に子育ては失敗しますよっていうことなんですね。だからね、いろんな子育ての仕方はあります。でもそれは結果論です。いいですか、東大行ったとかね、その学業へ行ったとか頭良くなったとかなんかすごいね、あの天才のようになんか楽器が弾けたとか言っても、私はでもこうやって育ってからそうなったというのはこれ結果論ですね。たまたま成功した人は、ああいや私はこういうふうにやったから成功したんですよと言って、そういうふうに同じように真似したところで成功できないということなんですよ。だから重要なのはね、重要なのは親がいかに子供たちをしっかり見て、子供たちがあこれは興味があるなと思ったらその才能を見極めて、その才能のあるところに、ね、彼らの持っている、ね、彼女たちが持っているその才能のあるベクトルに乗せてあげる。それ乗せてあげるとその周りの自分がそれに対して必要だなと思うことは自然と身につきます。無理やりに押さなくてもね。だから子育てっていうのは難しいと言ってますけども、何にも難しくありませんね。いかに重要なのはいかにね、本を読んでこういう育て方をしようということではなくて、本なんていうのは結果論ですから、いかに親が子供たちをしっかりと見ているか、それにかかってます。だから本なんていうのは結果論ですから、同じように従ってもね育ちません。ちゃんとね、ちゃんと育つ時というのは彼らが才能を伸ばしている時です。彼らが才能を伸ばしている、それが楽しいと感じて、それをもっとやろうと感じて、それで上手くなってですね、それで飛行に走ることもないということなんですよ。飛行に走るっていうことは自分がやるべきことを分かっていないからなんですね。分かっていないから飛行に走ったりねするわけなんですよ。だからこのあたりはもう私自身もですね、小さい頃に経験してますから、よく子供たちの気持ちが分かるんですね。だからこれもう大人になってからね、私が心理学のメンタリズムっていう世界に入り込んで、でそこであなるほどな、その私が小さい時に感じたのはこういうことかっていうのはよく分かってるわけです。なのでよろしいでしょうか、子育てっていうのは親がいかに子供の才能を伸ばすか、分析するか、落ち着いて見ているか、自分のベクトルに乗せないか、これが重要です。子供をしっかりと育てたいなら親のエゴをまず捨ててくださいね。親が正しいわけではないんです。親が正しいのではなくて、彼女らの才能を伸ばすっていうのが一番正しい子育ての仕方です。これが私の経験上でもあるんですが、これはもう学術的にもね、そのデータ、ビッグデータで探っても同じ結果っていうかね、同じ、ような結果論となりますのでね、まずまあ私も、もちろん私の言うことをね従う必要はないんですけれども、ここはね私の中で学者としても、メンタリズムプロとしても心理学のプロとしても一つ言えることでは、あると思います。まあそんな困難で、子育てっていうのは非常に大変でございますけれども、それはそうでもね、やっぱり夫婦ね、やっぱり原点っていうのは夫と妻、そしてもともとね男と女ですね、男性と女性が愛し合ってそれで作った宝物っていうのが子供たちでございますのでね、その宝物をしっかりと育てて、いってください。でもその前にですね、まずお二人はやはりね
愛し合って結ばれて、それがねどんな出会いであろうと、やはり結婚をしたからにはやっぱりね何か愛し合ったりとか、そういったものでひっついて、おりますのでね、ここの原点も立ち返りながら子供たちっていうのは自分たちの宝物であるっていうのを再確認して、自分たちのエゴを押し付けて、そのね子供たちの自分たちの宝を傷つけてはいけないというふうに認識をしていただいたらどうかなと思います。まあそんなこんなんで、今回の心理のすすめは子育てについての心理でした。まあ今回はね、その、まあ、最後に夫婦の、まあ夫婦と言いますか、まあ男と女がねひっついて、それで愛し合って子供が生まれるわけですから、もう一度原点に立ち返っていただいて、最後の曲はですね、二つの心っていうバラードの曲なんですけれども、二つの心っていう曲を送らせて、お別れしたいと思います。今日はこれで、お別れしたいと思います。心理のすすめ、ロミオ・ロドリゲス・ジュニアでした。ありがとうございました。希望。